方も動画をご視聴いただきありがとうございます。徳ちゃんです。このチャンネルでは日本一の清流仁淀川関係の動画、さらには世界中を旅した動画をアップしています。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。さて今日は塩印の平出歴史博物館にやってきました。平出博物館歴史公園案内図、現在地がここですね。で広い駐車場がありまして、ここに車を止めました。で考古博物館、歴史民族資料館などがあるので、これをちょっと見学して、その後この、泉を見て遺跡の方を歩いていくと。はい、駐車場広くて無料で助かります。平出博物館まで歩いてきました。割合大きな建物だね。塩尻市立博物館、あ、その横の道をずっと上がっていくんで、あそこに竪穴住居があるわ。はい、まず建物見ましょう。入館料は大人300円です。インスタグラムを始めました。最近は博物館も SNS での PR に力を入れているようです。で撮影も SNS へのアップもどんどんやってくれということで、はい、大変助かります。水琴窟、あ、こんなんだ。こんなのが出土したんですね。なかなか充実した施設ですね。塩尻の歴史、旧石器時代に初めて人間が姿を現す。で縄文時代からの家屋が174軒見つかっているそうです。有形文化祭玉類、何もないと思ったら企画展の方へ行っていたようです。憲法、すごく完全な形で残ってるじゃないですか。右がちょっと欠けているぐらいで、すごく詳しくですね説明あって、ちゃんとこのインスタグラムでも紹介をしたようです。奈良時代の画塔、全国最大232センチ。考古博物館を出てきました。では歴史公園の方へ歩いていこうと思います。3基見ることができるそうです。熊出没注意、マジか。中に熊さんがいるとかおばあが言っています。あ、入れないようになってますね。はい、ちゃん立ち入り禁止になってるようです。古墳時代に属する3号住居跡だそうです。せっかくだから行こうよ。こっち、これが高床式倉庫だそうです。古代高倉、平安時代の初め1200年前に属するということでした。はい、うんうん、ネズミ返しがついてるわ。ほら、全部の柱に。それが円墳ですか。円墳の上までやってきました。上まで上がれるようになってるわ。第1号古墳。今から1300年から1700年ほど前の住居跡が見つかっていると。ここに古墳群の説明があります。直径22メートル、高さ3メートル、石室を持たないんだって。これが2号古墳、最大規模の横穴式石室。これは石室があると。でも中は入れないね。ああ、やっぱり崩れる恐れがあるのでね、立ち入り禁止になってますね。おばあはこの看板の方が気になっているようです。これは何でしょうか。筒みたいなものが埋まってますね。あ、これか。釜、これで焼いたわけですね。ガトーを、あ、やっぱすごい大きいもんね。はい、そうね。